ひらめきラボ。はい、どうも、ひらめきラボチームリーダーの松丸亮吾です。ということでやってまいりました、第5回謎ワングランプリ。はい、この企画ではですね、ハッシュタグ松丸亮吾のひらめきラボをつけてつぶやいてくださった視聴者の方が作ってくれた問題の中から、その月一番面白いと思ったベスト3を発表するという企画になっております。今回もね、たくさんのお便りをいただきました。大変だった、解けない問題もめっちゃあった。今回は、まあ、やっぱり謎解きの面白さ重視で選びました。なんかね、中には僕のチャンネルにね合わせて問題作ってくださったりとか、僕の名前を使ったりとか、本当にいろんなタイプの問題あったんですけど、やっぱり謎解きの面白さが第一ということで、今回はもう謎解き初心者の人から上級者の人までみんなが楽しめるような問題っていうのをテーマでランキングを選ばせていただきました。ということで早速ベスト3発表していきたいんですけど、これ何ですか？開けてみてください。え？すごい、すげえ、だいぶかかりましたね。ひらめきラボ謎ワングランプリ月間優勝松丸亮吾くんだって。え、僕にくれるんですかこれ？まあ、あげてもいいよ。え？これ松丸亮吾くんって入ってるのに僕にあげない可能性があるの？あげてあ、サンプルだからね。手作り？手作り、イラストを描いてくれているおなかくん、おなかさとしさんが作ってくれた。え、おなかさとしさんが自分で作ってるの？手作り？手作り。え、すごいじゃん、めっちゃ可愛いよこれ。月間飲食サンプルでしょ、で4月5月6月7月で今日8月だから、まだ世界に6個しかないってこと、うん、やば、世界に300枚しかないポケモンカードがなんか50万円とかで取引されてるんですよ今。やばいよこれ多分。あ、ダメです。受賞した人ね、これ名前入ってるからね、これメルカリに上がったら一発でわかるから絶対ダメだからね。獲得した人はね、ぜひツイッターで届きましたって言ってつぶやいていただければ嬉しいです。今回の優勝者にはこれが送られるわけですから。さあ、じゃあ一体誰が受賞したのか、今回の受賞作品を紹介していきましょう。ということで早速第5回謎ワングランプリ第3位受賞作品はこちらです。セイタ37さんからの投稿作品です。1、2、濁点、3が表す言葉は一体何でしょう。それではひらめき研究スタート。さあ、この問題皆さんいかがだったでしょうか。左がね、めっちゃむずいんですよ。右はね、すぐひらめいたって人もいるんじゃないでしょうか。ではこの問題の解説をしていきます。この問題はそれぞれこうカッコで囲まれてね、 A が2つ、 B が2つそれぞれあるんですけど、これ読み方が同じ言葉が左右で出来上がるんです。例えば右が分かりやすくて、この身っていう漢字から始まって同じ読み方をする2つの言葉は体ですね。体って入れると身体は体っていう読み方もあるし、体はもちろん一文字で体って読むので、同じ言葉が出来上がる、同じ読みの言葉が出来上がるっていうのを満たしています。で、左側がむずいんですけど、これ2文字の言葉っていうのがね、下からなんとなく類推できるんですよ。で、2文字は根っこの根だから、根で終わる2文字の言葉っていうと、あとはもう50音ね、いろいろ試してもらったらひらめけたんじゃないかなと思います。左側は羽です。羽っていう漢字を入れると1文字で羽って読むし、羽と根っこでも羽って読みます。ということで漢字が1文字踏めても同じ言葉、同じ読みの言葉が出来上がるっていうのがこの問題のギミックでした。下に入れてみると羽と体になるので、1番が羽、2番がか、3番が根ということで鋼が正解でした。体っていうのはよく謎解きを作る人たちの中ではもう有名なネタではあるんですよ。その身体っていうのは体って読むし、体1個でも体って読むよねっていうのはよく使われるんですけど、羽もね、確かにそうだったなと思って、これは1本取られたなと思いました。左右で両方あるからこそ同じ読み方になるっていうのを説得力が上がってるんですよね。で、まあもちろん小学生でも楽しめるよね、難しい言葉じゃないから。あと解けてなるほどって思うきっかけって、その日常生活で同じことを思ったかどうかっていうのが結構でかいんですよ。例えば羽って確かに2つ書き方があって、なんでこの1文字でいけるのにわざわざ根っこ足す羽があるんだろうとか、
体も一文字で体でいいのになんで身体で体って読むんだろうって誰もが思ったことがあるはずなんですよ。でそれをこう思い起こさせてくれるっていうのがすごくいい。特に漢字習ったばっかりの小学生とかはこれめっちゃもう習ったタイミングで思ってるからもう瞬殺できる問題だったんじゃないかなと思います。今日はこのレベルで3位です。高いよね。高い。強敵がいなかったら全然1位レベルだったんですけど、もうやばい強敵がいるのよこの後。ちょっとね、この問題が他の問題と比べて、2位の問題と比べてちょっともったいない点が1個だけあって、見た目の華やかさかな。うん、結構漢字ドリルっぽい見た目になっちゃってるのがもったいないですよね。こういうモノクロ系の問題って、色に意味が持っちゃうからなかなか難しいんですけど、例えばこの A をね、なんか丸い枠に入れて 白く文字書いて A とかにして、この赤背景に白で A って書くと、なんかあくまでポッチっていうかこうアイコンっぽく見えるんですよ。そうすると色がついててもそんなに、なんだろう、この赤色に意味があるんじゃないかって思われにくくなるんで、実はこういうアルファベットとかはあえて色つけちゃってもよかったかもしれないですね。そうすると見た目が、楽しい感じになる。さあではこの3位を前にして、2位との違いって言ったってことは、2位はちょっととっつきやすいんですよ。じゃあどんな問題なのか、続いて2位の受賞発表に参りましょう。それでは続いて第5回謎1グランプリ第2位受賞作品はこちらです。マストビさんからの投稿作品です。ハテナに入る2文字の言葉は何でしょう。それではひらめき研究スタート。まずこの問題は左側にある動物ウサギ、ゾウ、キリンなんですけど、これ右側に当てはめようとしてもうまく当てはまらないです。全部2文字なので何か別の着眼点が必要だっていうことがキーポイントになります。でそれを踏まえてウサギ、ゾウ、キリンが一体どんな動物なのかを考えてもらうと、それぞれ体の一部に特徴があって、体の一部が長いっていうのでよく言われる動物だと思います。まず一番上のウサギは耳が長い動物としてよく取り上げられます。そして真ん中は鼻が長い動物、そしてキリンは首が長い動物なので、右側には耳、鼻、そして首とそれぞれ入れることができます。あとは下の数字のところ順番に読んでいくと 1,2,2 上1行目は花見となるので季節は春、そして下の方は花火となるので季節は夏ということで、ハテナに入る言葉は夏が正解でした。この問題皆さんいかがだったでしょうか。難易度としてはそこまで高くはないんですけど、ギミックがすごく綺麗なのと、あとね、可愛い、可愛くない、これ幼稚園生も楽しんで解けそうだよね。で実際これ春が漢字になっちゃってるから、春って漢字が読めなきゃいけないんですけど、これ別にひらがなにしてしまえば幼稚園生でも解ける。むしろ幼稚園生の方が解けるかもしれない問題だと思います。綺麗。このね、出し方が上手なんだよね。このイラストでさ、例えばやるってなると花見を拾って右側に花見のイラストとか置いちゃいがちなんですよ。左の言葉をそのまま右のイラストで表すっていうのは謎解きでよくあることなんですけど、このね、花見と花火が拾えたから季節でいけるなっていう作り方がうまい。で、ハテナに入る言葉はって普通に聞いちゃうと、これ花火も正解になっちゃうんですよ。花見といえば春で、花火といえばまあイコールって書いてあるから花火っていけちゃうんですけど、2文字の言葉って縛ると季節に限定される。うん、これうまいですよね。唯一直すところがあるとすると、今イコールが使われてるのがちょっともったいない。花見イコール春っていうよりは花見といえば春だから、イコールを使うのはちょっと違うかも。例えば点点点を使うとか、あと黒色の矢印にするとか、そういったやり方があったかなと思います。そうすると夏が出てきやすくなったんじゃないかなという感じですかね。でもそれ以外は直すところ本当にないです。このね、丸がね、色ついてるのもいいんですよ。可愛いのよ。解く人の楽しみまで全面に考えて問題作ってるなっていうのがめちゃくちゃ好印象でした。それでは第5回謎ワングランプリ栄えある優勝作品はこちらです。ののみーさんの投稿作品です。星の列を下から読め、できる言葉は一体何でしょう。それではひらめき研究スタート。
それではこの問題は難しいんでヒントを差し上げます。星の下に並んでいる丸い形、一番上は記号、上から2番目はアルファベット、そして上から3番目は数字を表しているみたいです。はい、皆さんこの問題いかがだったでしょうか。この問題は超難しい。リドラの社員も半分間違えました。さあ、まずはこの問題の解説をしていきましょう。まず星の下に並んでいるこの丸い形、よく見ると少しずつ幅が違って形がちょっと違いがあるみたいです。まず一番上に並んでいる2つの記号、これは丸です。そしてその次に来ているのはアルファベットの O、 そして次に来ているのが数字の0ということで、それぞれ全て2文字なんです。丸、O、0、これの右側だけに色がついています。この星の下に並んでいるもの、それぞれ文字で書いてみると丸、O、0となって、下から読んでいくと星の下に当てはまるのはロールというふうに言葉が出てきます。が、答えはロールではありません。ここで注意すべきだったのは、この星の下に並んでいる記号、一番下にある星の列を下から読めの後の丸に注目してみると、その丸の右側にもよく見ると何か灰色の記号が書かれていることに気づくはずです。実はこの文章の後ろについている句点、この句点も読む必要があったということです。実際この一番後ろにつける丸、3つ並んでいて、一番最初のところだけ色がついています。つまり句点の句だけを読むということなので、下から順に4つの記号の文字を拾っていけばクロールということで、正解はクロールでした。これ引っ掛け問題なんですよね。ロールで満足しちゃダメで、この文章をよく見るとレイアウトおかしいじゃないですか。なんでこんな左に寄ってんだろうって思うのは、実は一番最後の丸だけこの列で独立させたいからなんですよね。なんか引っ掛け問題作るときって、だいたい1段階目が簡単すぎて、え、これ本当に合ってるのって言って探っちゃう、もうちょっとなんかあるんじゃないかなって思うんですけど、この上の時点でも結構難しいんですよね。丸、O、0、あ、確かに全部2文字だし右側だけ読むんだな、ロールだって言って満足しちゃうし、このね、灰色の色が絶妙なんだよね。星の列って言っててさ、下から読めってわざわざ言ってて、ちょうどその位置にあるんですよ、同じ形の丸が。だから伏線としてはもう十分。これ問題ロールで解けて満足した人めちゃくちゃ多いんじゃないですかね。ちょっとアンケート取りたい。ロールまで解けた、クロールまで気づいた、何パーセントぐらいになるんだろうっていう。ちなみに僕もちょっと時間を空けて、一回ロールだなこれって言って満足して、もう一回見直した時に、あれ、なんか薄いの書いてあるって言ってクロール気づいたんですよよかった気づいて。でこういうことがあるからね、あの答えをセットにしてほしいんだよね勘違いしてる場合、めちゃくちゃ簡単じゃんって思っちゃう場合があるから、リプランにあったり、もし応募した方がね、あの送ってくれるんだったら DM とかでも、もしくはメールとかでもね、僕のところに送ってもらえたらね。ということで、ののみさん、ののみさん2回目ですよね。前回の7月のグランプリだと第3位だったかな、カラーも第1位ですよ。ほぼ毎日に近いぐらい問題作って投稿してるんですよ。そりゃ受賞するよ。1回のこの謎1グランプリの中で同じ人は選ばないっていうルールを一応つけてるんですけど、あのののみーさんの中でどれを受賞させようかっていうのをスタッフ一度悩んだぐらい会ってみたいね。会ってみたい、ののみーさん。これでなんか80歳ぐらいのおじいちゃん出てきたらめっちゃ面白いわしがののみーじゃひらめきラボということで、謎1グランプリ第5回になりましたね。次が終わったら折り返しか、そう全12回ですからね。年間チャンピオンは一体誰になるのか。そしてこれ3つ集めると、金の松丸くん交換できる。はい、ということでね、今回の受賞者のののみーさん、そして今までの謎1グランプリの受賞者の皆さんにも改めて郵送されますので、ぜひ大切に扱っていただければと思います。ちょっとね、開発に時間がかかりまして、ようやく完成したので楽しみにしててください。さあ、ということで今回の謎1グランプリ、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんのね、問題も全てチェックしてて、もしかしたら今月選ばれなかったけど来月選ばれる可能性もありますんで、
まあ、今までの問題はハッシュタグに残したままでもいいし、あとは新しい問題を作ってハッシュタグ松丸亮吾のひらめきラボをつけてつぶやいていただければチェックしに行けますので、ぜひつぶやいていただければと思います。このチャンネルの感想なんかも同じハッシュタグで募集してますんで、ぜひ今日の問題面白かったなとか一緒に出してみたいなと思った方はぜひ出してみていただければと思います。今日の動画が面白かった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。世界のみんなにひらめき次第。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題も Twitter などでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。